ゲオルク・フォン・ザクセンは、ザクセン王国最後の王太子。1893年、ザクセン王太子フリードリヒ・アウグストとその妻の、オーストリア・トスカーナ大公女、ルイーゼの長男として、ドレスデンに生まれ、1904年に、父が即位するのに伴って、王太子となった。第一次世界大戦初期、従軍したゲオルクは足に重い傷を負い、これに苦しんだ。1915年、 ドイツ皇帝ビルヘルム2世は、昨今の戦闘での先行を認めるとして、ゲオルクに一等鉄十字章を授けた。1918年春、ゲオルクとビウルテンベルク王国の大位継承者、アルブレヒト皇の長女マリア・アマーリアとの婚約が発表された。しかし、同年11月13日に不王が退位して、ザクセンの王政が倒れると、ゲオルクは聖職者になろうと考えるようになり、 この婚約を破棄した。マリア・アマーリア公女は1923年に創生した。不王が退位して間もなく、ゲオルクはフランチェスコ会に入会したが、同会が立地性に重きを置かないことに飽きたらず、イエズス会に移った。1923年、ゲオルクは正式にザクセンの多い継承権を放棄して、イエズス会の司祭となった。ザクセン王家の相続人の地位は、 自定のフリードリヒ・クリスティアンに移った。ゲオルクは一般にゲオルク神父と呼ばれ、姓は本作戦を用いた。ゲオルクはベルリンで宗教活動に従事し、ナチス政府からユダヤ人たちを守ったと言われる。こうした姿勢は親ナチスだった妹の夫たち、ホーエンツオレルンジグマリンゲン家のフリードリヒや、 フランツ・ヨーゼフと対照的だった。1943年5月14日、ゲオルクはベルリンのグロース・グリーニッケ湖で遊泳中に死んだ。遺体は死後数週間経ってから発見され、検死の結果、死因は心臓発作とされた。その死については、証拠はないものの、ナチス親衛隊、またはゲシュタポによる暗殺だった、と信じられている。ありがとうございます。